演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちらチャンネル登録よろしくお願いします。こちら業務スーパーで買ったアーモンドバタークッキーと、こちらチョコアンのココラ、チョコアンのココアとヘーゼルナッツのグラノーラビスケットを食べたいと思います。これ前に別種類のやつ食べたもんね。確かシンプルなやつなので、その派生種かな。さてどっちから行きましょうかね。よし、こっちから行きましょう。何だったんでしょうね、今の指のこの動きは。こちらの中身は、うわぁ、ああ、危ねえ。ちょっとだいぶ悲劇になるとこだった。こんな感じですね。このちょっと入ってるのがグラノーラですよね。おお、ちょっと硬めですね。でも美味しそうです。ではいただきます。ザクッザクッとしたいい音、そして甘さも程よい。あとは体にも良かったら言うことなしなんだけど、それは都合が良すぎかな。はい、続きましてはこちらのアーモンドバタークッキー食べたいと思います。こちらもアーモンドチラチラと見えますね。で、クッキーゆえなのがさっきのビスケットに比べておすすめです。これ食べやすそうですね。まあさっきのビスケットは食べづらいって意味じゃないですよ。ではいただきます。その前にちょっと、どっちのっていうよりもどっちも個性があるから比べられないな。これは中身も含めてね。こちらのチョコとナッココアとヘーゼルナッツとグラノーラのビスケットはグラノーラが入っているゆえなのか、結構食べ応えがあって満足感もありましたね。で、厚めのクッキー生地がザクザクとした食感がとっても美味しかったです。チョコレートもココアも程よい甘さで、そんな甘ったるくもなくかといって苦すぎもしない、そうしたちょうどいいバランスを取れていた、上手のように美味しいクッキーです。グラノーラが入ってんで健康にもいいといい、いいなぁなんて思いながらの期待としてこちらの点数とさせていただきます。そしてこちらのアーモンドバタークッキーですが、こちらは薄焼きで食べやすく枚数も多いので、いろんな人が集まって分け合って食べるのにもいいかなと思ったんですが、ちょっとアーモンドの感じが微妙なラインでしたね。なんかバターの香りがちょっと強すぎて、よーく考え感じないとアーモンドの風味を感じられないけど、まあちょっとアーモンドの棒な最初につけているとこれから考えると残念かなと思いましたので、その点数もあったのでこちらの点数とさせていただきます。バタークッキーとしては美味しかったです。というわけで、また業務スーパーで2種類のクッキーですけど、こういうのがあるから業務スーパー行くのやめられないんですよね。なかなか買えない商品がある、本当にいいことです。いいことなのか。それはそれでは、じゃの道はサラリーマンぞ地獄まで、最後まで険しいってことかい。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。えんえいえん。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。